岸田政権、これまで毎日新聞ですけども、支持率が82でしたよね。支持率82って戦後初めて、統計開始で初めてで、不満が、まあ、支持率は14%で,パーセントでしたけれども、足すと96%になって、うん、どちらでもないとかわからない人が4%しかいないわけですよね。っていうのは、やっぱり不満はすごく高まってるし、みんな他の。 ねもう一つの柱を求めてることは明らかですよねだからそこに、うん、今絶好のチャンスであ,のある種のやっぱり冒険というか飛べと飛ばないんだよねそ、うん、したらこの不満は野党に立憲に行くよね。うん、何してんだと。うん、ああ立憲にね、うん、何なんだと。うん、何なんだという話になると思うんですよ。うん なんかこのその今の話の延長になるんでちょっとそっちに行きたいんですけど自民党の裏金で今日、先ほどニュースみんな流れていてねあのもうキャッチしてる人はキャッチしてると思いますが結局、成立審朝、明後って開催かって言われてたんですが話し合いが議事をその公開するか非公開するかも含めて出してる人数もめちゃくちゃ51人野党は求めたのに、はいはい、結局、今5人でしたっけ6人だっけ。 その五人かというところにとどまっていて、うん、最終的には結局こんええー、まあ二点三点の結果公開の前で行くと折り合いつかず、圧見明日の開催は見なりと、これなんかものすごい与党に舐められてる気がするんですよ。君と<れ>舐め切ってますよね。子供みたいですよね。うん、西村氏がこの n h k ですけど、一軒のその国対委員長代理ですね。うん 2人、西村氏と武田氏の2人で明日審査会をやるということだったが、西村氏が明日やらなくなり、それに対して武田氏がなぜ自分が1人なんだということで、今、ここだって言た。2>, <laughs> 2人と言っていたのが1人になって、この1人も明日やらないということで、本当にどうなっているのか私もよくわからない。こんなことで2点3点するのは信じられない。なんか小学校の学級会みたいじゃないですか、な,ね、なんか。んあの、あのー、小泉純一郎ってね。 あのやったことの改革は私は大反対なんだけど小泉があの証人喚問をの時にあのテレビを静止画像にするか動かすかっていう問題があったでしょし、ねうん、その時に「静止画像」ってめってもないやないですごその時に本人に聞けば決めさせりゃいいんだって小泉が言ったんですよ。本人がいいって言えばいいってばと だからこの時も出てくるやつにねあのメディアが聞けばいいと思うんだあなたはどうなんですかと、うん、一人一人一人、ね、だ人だから全部そのあれで動くでしょ、うん、なんかだこういう時だけあのまとまって動くんだよね、うん、だ一,人一人一人一人の責任を問えばいいんだというふうに私は思うんですけどね、うん なんかこのちょっと数ページ後の40ページとかいくとですね、まあ、のこのまま開催にならなければ証、まあ、人官房とか参考人招致でちょ特になんか5人ばっかりクローズアップされてますけど一番、ね、もともとのシステムを作ったといている森さん彼が今、全くこう応じる様子もないというニュースは出てますしじゃあせめて二階さんとかです、ね、萩生田さんとかあと下村さんというのは事務総長でもあるのでまさに問題となった安倍派の裏金スキームの中の中枢なんですよね。 今回、まあ、応じるというのはこのメンバーなんですが、だったら、じゃあ、まあにまあ、秘書がつい先も起訴された二階さん、下村さん、え萩生田さん、彼らは参考人招致させよってことを求めてるんですけど、すごい話がどん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 ちっちゃくなっていて、かつなんかもう決裂という、このね、動き自体がさっき言った、こんなに不支持率高いのに。 あの何だっけ朝まで生テレビって、ね、あまり見ないんだけど、はい、たまたまつけたら、うん、なんとあの田崎汁馬さ,さんが「森を呼べ」って <laughs> 言ったのえっ <laughs> って俺なんか,、ね俺なんかね、寝ぼけてるのかなと思ったら違っててそれでね <laughs>、えー、平野貞夫さんに「あれどういう意味なんでだ?」って聞いたら「官邸の意向じゃないか」っていう なるほどねそれでニュース流してさぶってるそうそうそうつまりでね届いたら森あの喜朗氏を出させるぞ吉郎氏を出させるぞとそれをカードにして揺さぶってみんなに出てこいってことですかそれでねあのだからそれは立憲も共産党もそれはもちろん望むとこですよっていうふうになったわけそこでね。 氏の承認関門いいでですねでもねもそそそうううだからそこを。ていうか全員承認喚問にすたいけですよね。そう,そ,うそれでねちょっと今日用意したものあってね、まあ、ここでちょっと読み上げたいんですけども、うんはい、えー、っとねこれがね自民,あの自民党の政策に対して不満を持ち。うん これどこの本からもいですかえちょっと後で言うね苛立ちを持っている中小企業やサラリーマンなどのレベルの高い知識層に評価をされたのではないかとつまりあのはあは自民党を支持する人はレベル低いって言ってるわけねね、はあ、これは誰が言ってるかっていうこと理解、はあうん、年減らな言ってたわけよ自由党時代自由党時代のやつかでそれで、さら、はあ、には、はあ あのそんなこと言ってても自民党に戻ることはないんですかと出た出た意味がないから戻らないってはっきり言ってるわけそういう人がだから私もちろんね金の問題だとは思うけどもやっぱり人の問題なんだよねでこれ森が昭和12年までですよ森が12年で二階が昭和14年。あなるほど 麻生が昭和15年<ー>この m a n だよね問題は、うんね、いいでそのイニシャルそうそうウェイだからよあの並べると満になるわけよ<ー>だからそのバッドマンっていうかさ。ゃ<ー>うだからこの人たちで森なんて私リクルート事件の時に行く、うん、明日にも逮捕官みたいな情報が流れたりした人だよね、うんうんうん 今思い出したんだけども、うん、あの佐川急便事件ってあったねで佐川急便事件の時にあの選挙の後のテレビの座談会みたいなのに呼ばれた時にお自民党の汚職義獄っていうのは宿便のようなものだって私言ったな宿弁宿便でね、うん、ロッキード弁にリクルート弁が重なり その上に佐川急便がかす <laughs> でもそれテレビで言えたんですね言った言った、うん、あそうそうそういいですよね,、うん、そ,ねそしたらねそこに加藤六月がいたわけ<ー>今の加藤勝信は娘婿ですよね,そすね、うん、加藤六月が怒ってね顔真っ赤にしてねそれはね自民党に投票してくれた人間に対する侮辱だとか言って、ね、人指さして怒ったわけよ うーんとか言って聞いてて聞い、うん、そしたらね終わったあとやっぱりそういう人間たちなんだなと思ったら終わったでしょさっ、うん、と加とむつきが寄ってきて子に子顔で「うん、先生」って言うんであれ時、うん、年下に対して「うん、先生今日はお世話になりました」。 今度ままた会うことがありだからそういうふうにこう何んとか使い分けられる人間でなんだよしたかなんだよ森だってそうだと思うよテレビが回ってる時はこうやって芝居を打って見せるそうそうそう言ってどうせ俺と手に握ってるのだったらそれで芝居でしょ完全にそういうやつらを相手にしてやらなきゃならないっていうねそういうことね ね、で、なんかもう一つ、あれ、で思い出したのは、当時だから。あの、筑紫哲也ニューストゥスリーっていう。ね、あれ、リクルート事件の頃かな。政治家にモラルを求めるのは。ゴキブリにモラルを求めるに等しい。言ったのよ。いや、俺が言っても。筑紫さん言わないで、そういうことは。そしたら。おお、し。だから、抗議の電話がとか、来たらしいんだけど。 ね、何よりもあのねめったにあの電話なんかへ起こさないおふくろがさ「うん、他にいいようにえなく」って言うらよくしたんだけどもそのそういうしたたかなやつらを相手にしてるっていうのがね。 そもそもねこの「生林心」を開催するとかしないとか公開するとかしないとかそういう話にされちゃってるじゃないですか。でさもねこれで「生林心」で公開で出てきたら何か決断したかのように見えるけどそもそもがハードル低く設定してるじゃないですか。めからだから強調しておかなきゃなんないのは。 これで終わりじゃなくて、証人鑑物に持っていかなきゃならないと、うん、いうことなんだよね。うんえー、で証人鑑セリーンってのはまあ正直簡単,簡単的に言えば嘘ついてもいいと許される。証人鑑物は偽証罪適用されるわけだから、うんうん、そういうふうな話に持っていくべきだと。うん、ただねそれで言うとこちらにもちょっとあのゲストで来ていただいて発信をしていただいて石破さん。 うん、つい昨日かなんかにあの質疑をやってそ,<う>それがまたニュース予算,予算委員会で、ね、ニュースになってるんですけどこちらですね49ページなんですがあの、まあ、彼自体があのアークタイムズ言ってたのがまずは生倫審だけどその先にその承認刊門なんだみたいなことを言っててこう、まあ、ステップバイステップだみたいなところを、うん、言って、まあ、て、ね、その先がないわけでもないんだと。うん、で結構こうあの辛口のことをいろんなところで発信してたので今回の予算委員もこれ1年ぶりの え、質問だったということなんですが、期待されてたんですけれど、まあ、見たら分かるように、あの、蓋を開くと、今日の紙面は、野田さんがね、首相に、あなたは改革の障害になってるっていうふうに突っ込んで、それがやたらと報道され、野田義彦,彦さんがね。うん、で、一方で石破さんが、全くこのことについての質問しなかった。<う>で、あの、何を質問したかというと、この次なんですけど、自衛隊、まあ、88年前に起こった226事件を引き合いにして、<laughs> 自衛隊とは何かをきちんと考えることが重要だと。 次は能登半島地震。このアウトタイムズも言ってましまそう避難所の在り方、核シェルターを含めて、シェルターを、まあ、単に地下鉄があるだけじゃだめなんだと、1か月、2か月、そこで生活できるような水や食料の備蓄が必要だと、うん、いうことを強調されて、まあ、この質問で終わっちゃったんですね。これはは何なののかっていう、ね、ああの島のに <laughs> 人気<は> <laughs> これ社会的には落ちるよね自民党の中では1%ぐらい上がる自民党信者の中ではねで私石破と対談したんですよでね財界展望でね今月うでねよく出てきたっていう話らしいんだけど俺軒並み断られて自民党の人たちからはそれで最初あれしたのは あなたは田中角栄の木曜会の派閥の事務員からスタートしてるわけねだから田中角栄の影響を受けたんならそしたら防衛がどうのこうのとかなんて言うけだって防衛っていうのは防衛論っていうのは政策じゃないでしょうと外交は政策になるかもしれないけど防衛なんて政策なりませんよって言ってそして。 あああののなたのまいろいろまたこう言うわけでこの防衛論みたいなねだからあなたのは論だと田中角栄のは感覚になってる体験をもとにした<ー>だから受けるんだとあなたのは論だからあの響かないと。でやっぱりこれはねここはあの出るしかないと。だいたいたそのあなたはだって自民党の中で支持されてないんでしょと。 言ったら、うん、それはそうですねっていうか <laughs> だったら出てる出るしかないじゃないの出るしかないねそしてねその時まあ私は一度出てますからとかなんか言って、うん、まあそこはもう一つダメなんだろうけどでその時あのなるほどなと思ったらあの情けあるなら今月今夜一夜明ければみんな来る、うん、つまりあの、うん、なあの名だれを打ってくるうん、うん、あの体制が い,い方に傾けば、ねうん、でその最初はしかしその危険を冒して心志あるものが立つわけでしょう。で、うん、それをだからそれそういうふうに行くしかないじゃないのと思う、うん、そういうふうに言ったんだけどそれとあの何ですか河野賢三っていう人があの河野今の傭平のおじさんはい、はい、河野一郎の弟があの参議院議長になったと。 自民党議員自民党議員の票15票と野党全部の票で参議院議長になるわけですよ。うん、で、それをあの私が書いたことあって、それをどうせ本に読まないだろうから、うん、コピーしてね、それを渡して、うんうん、これで行くしかないだろうと。ああ、うん、その場で見せたの。決起を置いてきたの。うんうん、決起読んでね。で、そのなんていうかそのいや一度。 あれしてるかからとか言うけども「な一つや二つじゃないの古傷は」と「やれ」って言ったんだけどもなんかもう一つなんていうのかなで竹下登とかさそういうのを竹下先生にまだ、ね、後ろになんか写真とかね書、うん、いて橋本龍太郎の写真もあったけど、うん、竹下あたりにありしちゃダメだやっぱりね。うん だからか、ね、昨日のあれは本当にがっくりしましたね。なるほどね